本日の動画は、猫たち回転する物体に遭遇する。雪見ちゃん怒りの連続猫キック。私の街雪が降る。以上のような内容となっております。雪見ちゃんは子猫ですので、相変わらず箸が転んでもおかしいお年頃というものでしょうか。今日も遊べそうなものを見つけては一人遊びに興じています。本日の獲物はリップスティックのようですね。私も参戦したいと思います。リップスティックといえばこれですね。誰しもが一度はやったことがあるであろう。正式名称は存じ上げませんが、リップの端っこを弾いて回すという遊びです。小学校の頃、教室の後ろの方で友達とこれをやって遊んでいたのを思い出します。あの頃は下手すると、塗った回数より回した回数の方が多かったかもしれません。ゆきみちゃん、最初こそちょっとつ盲信したものの、やはりこの不自然な回転に戸惑っているようです。もし自然界でこのような動きをする生物に出くわしたら、絶対に近づきたくない気持ちは私もわかります。いつもは寝てばかりのサビちゃんも興味を持ったようです。何か猫を引きつける魅力があるのでしょうか。そういえば猫は獲物を狩るため、その動体視力は人間のそれをはるかにしのぐと聞きます。我々とは違う世界が見えているのかもしれません。なんとワビちゃんも参戦。回転するリップスティックが猫を引きつけるのはもはや疑いようのない事実のようです。ワビちゃんといえばだいたいいつもこんな感じです。リップスティックの回転恐るべしですね。そういえば猫は獲物を狩るため、その聴力は人間のそれをはるかにしのぐと聞きます。我々とは違う音が聞こえているのかもしれません。それでは集まってきた猫たちを尻目に、リップスティックを独り占めする雪見ちゃんの様子をご覧ください。気持ち良さそうに毛づくろいしていますね。この姿を見ると、悪いとは分かっていつつも、ついついちょっかいを出したくなるのが愛猫家の性というもの。なぜ我々人間は週5日も働くのに、猫は週7日もお休みをもらえるのか。猫は猫で忙しいんだよと言ったセリフが聞こえてきそうですが、このやり場のない私の怒り、怒られるまで雪見ちゃんにぶつけてみたいと思います。まずは頭。これは余裕のセーフですね。というか、気づいてますか？ここまで反応がないのは、それはそれで悲しいもんです。続いて前足行ってみましょうか。おっと、これは反応あり。というか、そもそも猫はですね、前足を触られるのが嫌いです。知っていて触る私も私ですが。爪切りを嫌がるのも、これが原因の一つですね。あと少しで噛みつき攻撃を食らってしまうところでしたが、私のおじさんになって衰えまくっている反射神経でも、トグロ弟のように 100% 中の 100% の力を発揮することで、なんとか回避できました。その反動でしばらく俊敏な動きはできそうにありません。続いて耳に行ってみましょう。耳は意外や意外、実は猫にとって気持ちのいいポイントです。信頼関係が築けている方は、ぜひ試してみてください。
野良猫に試す際は怪我を覚悟の上お試しください。ちなみに猫あるあるですが、猫は眠いときは耳が熱々になります。野良猫に試す際は火傷を覚悟の上お試しください。最後にゆきみちゃん、失礼ながらお腹を触らせていただけないでしょうか。いきなりはびっくりしちゃうので徐々に行きましょう。痛い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 、ゆきみちゃんごめん、蹴らないで。撮影中は声を出さないようにしていますが、思わず叫んでしまいました。それぐらい痛いです。ということでご覧の通りでしたが、お腹は信頼関係が築けている場合であっても噛みつき攻撃および猫キックを食らう覚悟でお試しください。それでは、こんな凶暴な攻撃をするとは思えない寝姿のダイジェストをご覧ください。ということで、続いてママが撫でに来ましたが、ゆきみちゃん、妙におとなしくありませんか？先ほどと態度が違うのは私の気のせいでしょうか？気のせいであってほしい。猫は人間と違って人を見て態度を変えることはないと思っていたのですが、果たしてこれはどういうことか。私も猫の扱いには自信がある方ですし、先日の動画では猫猫マッサージなんてわけのわからない名前をつけて偉そうにマッサージの仕方を披露していたのですが、それが黒歴史に思えるほどゆきみちゃんを手なずけています。ゆきみちゃん、昇天寸前じゃないですか。今ならお腹を触れるかも。なんとあっさり触れました。私単独の時は思わず叫ぶほど痛い噛みつき攻撃を繰り出したというのに、こうもあっさりと触れるとは。ということで、猫のお腹を触りたい場合は、猫使いを一緒に連れていくというのが最も合理的な方法のようです。さて、本日は私の住む町にも雪が降りました。雪といえば、ゆきみちゃんの名前の由来でもありますが、基本的に猫は寒いのは苦手です。しかし、物珍しさからか、わびさびちゃん、そしてゆきみちゃんも雪が降る様子を穴が開くほど見つめています。それじゃあ本日はせっかくなので、雪で猫たちと遊んでみましょう。猫を外に連れ出すわけにもいきませんので、雪を部屋の中に持ってきてみました。猫たちはどんな反応を見せてくれるのでしょうか。サビちゃん、匂いを嗅いでいますが、当然無臭でしょうね。元は水ですから。予想通りというか、なんというか、食べ物とおもちゃ以外には興味を示さないようです。ゆきみちゃんはどうでしょうか。喉が渇いているのか、舐めていますね。存外無関心というほどではないようです。まあ、ゆきみちゃんは名前に雪という文字を冠しているので、きっと氷属性なんでしょうね。雪との相性はぴったりです。さあ、雪といえば雪合戦。早速猫たちと楽しい楽しい雪合戦を始めましょうか。あれ、なんかみんな雪玉に興味を持ってくれないですね。ゆきみちゃんに至ってはサビちゃんにちょっかいを出す方が楽しいようです。氷属性じゃなかったのかよ。そんなことしてないで雪玉を投げていただきたい。これならさっきのリップスティックの方が楽しそうでしたね。不本意ながら雪合戦はこれにて中断。それではせっかくなので、私は怪獣たちと外に出て遊ぼうと思います。
弟怪獣です。なぜか雪を見て唖然としています。お兄ちゃん怪獣はおおよそどんな子供も好き好んでやることはないであろう雪かきというね、渋い遊びに興じています。遊びというかもはや仕事です。さて、私はというと、子供たちの世話はママに任せて、雪見ちゃん像の制作に勤しんでおります。8割型完成だと思うんですが、何か足りませんね。後ろ足でしょうか。はい、ということで後ろ足をつけてみました。もう少し猫っぽくできる気もしますが、手もかじかんできましたし、雪祭りに出店するわけでもないので、これぐらいにしておきましょう。雪見ちゃんは真っ白ではなく薄茶色ですので、醤油で色付けしました。尻尾は濃い茶色のしましまです。はい、完成です。それではせっかくなので、雪見ちゃんとご対面させてみましょう。先ほどの雪玉同様、好きとも嫌いともつかない反応ですね。ああ、言っちゃいました。あれ？戻ってきた。と思ったら、雪像ではなく私の方でした。個人的には嬉しいですが、雪像に雪パンチをお見舞いするぐらいの気概を見せてほしかったですね。あれ？また戻ってきました。お、今度は尻尾に興味を持ったようですが、あ、そこは醤油なのでダメですね。醤油はダメ。だから醤油はダメだっつーの。次は醤油ではなく鰹節でもかけてみようかと思います。はい、ということで、なぜかゆきみちゃん、先ほどの昼寝の時とは別人のように、体が斜めになるほど私に甘えてきてくれています。終わりよければすべてよし。ということで、本日はゆきみちゃんに甘えてもらいながら終わりにしたいと思います。それでは本日は以上となります。週末はライブ配信なんかもやってますので、ぜひチャンネル登録の上、生の猫たちの姿を見に来てください。また、ママブログもやってます。私が仕事でいない時の猫たちの姿をご紹介していますので、ぜひご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。それじゃあ、バイバイ。